岩田和親です。うちの実家の玄関の横にある梅の木が花を咲かせ始めました。この木はうちのおばあちゃんがもう40数年前ですか、この木を買ってきて植えたというふうに聞いています。いつまでも冬だと思っていても着々と準備をしてこうやって花を咲かせます。必ず冬を過ぎて春がやってきます。